プに待機式ケーブルしかついてないっていうのが気になったわけですよ。パソコン側が待機式しかない製品が出てきてますから、待機式ケーブルをつけてほしいんですよ。というのもさっきお話したようにケーブルの形状が違うとうまくなんか出せない可能性があるんですよね。だから自分でケーブルを用意しづらいので、用意できないわけじゃないと思いますよ。用意しづらいのでやっぱりね、待機式ケーブルをつけてほしかったなと思います。ということで、まあ価格もですね、まあ値下がりを期待することもあって65点をつけたいと思います。以上、アンカーの新しいウェブカメラを紹介しました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。